ライブ&エビルのアルティメットっぽいやつがなんか来た。これはすごい角度からパワーアップフォーム出ましたね。 V シネのメガバットバイスタンプで変身する姿ですよ。まだ V シネに関しては当分先で来年の話なので物語の詳細は分かりませんが、9月15日に新強化フォーム画像解禁来ましたね。今回ヒロミと大地が主人公ってことで、大地&カギロウの新フォームの姿と、ってかこれどうなの。まあもともとリバイバイス自体がかなり派手な造形でかっこいいかどうかっていうと、僕はサンダーギエールの方が好きなんだけど、さらにデモンズもパワーアップ来てるし、そしてこっちはかっこいいよね。あのさ、リバイス第1話のマントを、司令官マントを羽織ってるヒロミをおそらくイメージしてるんだと思いますが、変身失敗おじさんの変身失敗時のコスチュームをイメージしたデモンズの強化形態って、それはそれでエモくない？これがジャイアントスパイダーで変身したヒロミの強化形態だ。ヒロミはもう変身できないはずですが、まあ変身はできるんだけど、体内年齢が命をかけすぎておじいちゃんになってますので、ってことはヒロミの悪魔が変身するのかな。ヒロミの悪魔の話っぽいんですよね。そして追加アーマーがどう見てもバリドレックスの色替えですが、うまいこと使ったな。頭部は完全新規造形かな。画像としてはこの2枚のみが公開されて、エビルライブどうなのこの色。あ、でも待って、ツーサイドライバーじゃないじゃん。リバイスドライバー使ってんじゃん。え、なんで？お兄ちゃんのものを引き継いだのかな。名前がエビルマーベラスとライブマーベラスだってアルティメットを超えてマーベラスみたいな驚きの変身ってことかな。そもそも胸アーマー自体がライブとエビル、これ共通のもので、ただライブのアーマーじゃないんですよね。でもエビルのあのライダースーツのアーマーでもないし、これ何がベースだ。2人が全く同じ造形のものを装着してますよね。あとは腕周りのアーマーなんかも変わってるか。これも別ライダーで多分使われてたやつがそれぞれハマってて、このポージングとかさ、まんま一気になんだけど、ただ肩アーマーとか頭部とかはライブそのまんま、ローブ周りもライブそのままで、結構ダイナミックに色上塗りしてるね。もう今後ライブとエビル出てこないのかなっていうぐらいがっつり塗っちゃってる。にしてもこのアンダースーツとアーマーカラーの色合わせが違和感しかないんだけど、おそらく元々のモチーフはアルティメットリバイバイスだと思いますが、こっちは専用アーマーで作られていますので、なかなか派手な色と造形ですが、まあそれでも全体はまとまってましたけど、この見た目を踏まえてすごいなリカラー感やばいな。なのでエビルに関しても肩アーマーと頭部とかそれ以外は大体そのままで、アンダースーツは全く追加の色は入ってないんだけど、それ以外にかなりこのピンクとパープルカラーに合わせた色が追加されたリカラーのものになってると。あとはヒロイックなマフラーなんかも追加か。マーベラースの意味は驚きとか信じられないとかそういうことだから、もう信じられない姿に2人がなったってことですよね。でヒロミの方がインペリアルデモンズで、インペリアルは帝国のとか皇帝のとか威厳のある最上級とかそういう意味なので、もともとあったクモの巣の造形が王冠っぽくなってて、左右非対称だったデモンズの特徴的なものがしっかり左右対称になってんだ。でここにジャイアントスパイダー入ってて、マントも王様っぽいんだけど、おそらくこれは第1話のヒロミをイメージしてるんじゃないかなと。てかゴリゴリの後ろがあの住宅街でちょっとインペリアル感出てませんけど、マーベラスの方はちょっとやっぱどうかと思うけど、こっちはかっこいいな。この辺の雲マークはやりすぎないような気もしますけど、割とデモンズの正当進化感が出てると思います。っていうかアーマーとマントと頭部以外はそのまま変わってないね。もともとデモンズ自体が相当重厚なデザインですからね。これがおもちゃ付きで来年の5月発売ですから、いつもの流れを考えると年明け1月2月ぐらいに先行で映画がやって、その後に3月ぐらいに配信があって、で5月に一般発売って形かな。なので円盤自体はもう全然半年以上先の話なんだけどね。あとはオリキャス全員集合ってことで、このような画像も追加されております。みんな黒い服着てるけど特に
ウィークエンド関連とかそういうことじゃないですよね。ってことで本当に2人のライダーの強化スーツが新たに解禁されたのみで、それ以外の情報は一切ありませんが、どうですか皆さん、マーベラスどう思います？僕は全然ちょっとピンときてないけど、これが動いたらかっこいいのかっていうところかな。あとこのアーマーとか、これがベースになってますよとか、もし分かればよろしくお願いします。インペリアルデモンズは好きだな。以上レオンチャンネルでした。